ご視聴の皆さんいらっしゃいませ、海夏です。本日はスイッチの任天堂スイッチのポケモンユナイトやっていこうかと思います。タイトルに、デイリーやりつつって書いたんですけど、改めて見たらデイリーがね、9時に更新されるっていうのを今さっき知ってついさっき今日の分は、昨日か。もうやってしまっているので。なんでまあ、このウェルカムギフトも、もうもらっている状態なので、早速、ランクマに行こうかなと思っていたり。だそのランクマ行く前にちょっとね、新しく昨日から、このサーナイトが追加されて一応購入してみたんですけど、ちょっとねどうかなっていう感じがちょっと練習をさせてもらいましょう。一回実戦で試してみたんだけど、なんかいまいち強さを確認できなかったと。レベルをちょっと10に上げて、レベル10でサーナイトになるので、ちょっとね強くなるのはちょっと遅いのかなという感じですね。このサイコショックがどうなんだろうっていうこのサーナイトがサイコショックともう一個で、ね、狙い撃ち、じゃあ未来撃ちかっていうのがあって、サイコショックは指定した範囲に3回攻撃をするっていう効果があって、でなおかつ敵に当たるとリキャストがね早く短縮されるようなんだけど、1秒後とかで9秒から3秒減る感じだ。実際6秒くらいかかるんだよね、キャストが。この未来予知よりはまだ当てやすいのかなと思ってはいるんだが、的にはどうなんだろうね。なんかすでにやり込んでいる人とかの感想とかの使い方を聞いてみたいんだけど、今使ったのが、こっちのサイコショックの方ね。指定した場所を3回攻撃で命中するたび技の待ち時間が短くなる。でもう一個の未来予知の方は時間差で爆発するって設置型のやつですね。でこっちも相手のポケモンに命中すると待ち時間が短くなるっていう効果ですね。で未来予知の方が良さそうかなと思っている理由としては、アップグレードしたら相手のポケモンに命中すると技の待ち時間がすぐ0秒になるっていうね、とんでもない設定なんだけど、ただこれ使ってて思ったんだけど、野良ポケモンでは反応しないっぽいんだよね。本当に対人戦特化した技って感じかな。とりあえずはサーナイトにして、未来予知と、あとムーンフォースかな、ムーンフォースか最高キネシスなんだけど、ムーンフォースだと敵をね、一旦スタンできるっていう、この強みがあるよね。未来予知今見たらあれだね。4秒くらい削ってる？リキャスト。レベル12。このお人形さんは一応相手ポケモンと同じ設定らしくて連打できるんだけど、うまいことしたらこんな感じで、ね、連打できるんだよね。当たればだけど、紙にちょっと時間あるから乱戦だと当てやすいけど、1対1だと避けられる可能性はあるよね。まあ、だからこそムーンフォースが役立つんだろうけど、ムーンフォースでスタンさせてから未来予知を当てる、どっちがいいんだろうね。
点でも使ってみようかな。はい、小太郎さんいらっしゃいませ。おはようございます。今朝もね、ちょっと準備ができていなかったというのもあって、ドラクエではなくポケモンユナイトをやってます。ちょっといきなりランクまで使うのは怖いから、ちょっとスタンダードバトルで、スターナイトをちょっと使わせてもらう。選ぶ人いないといいんだ。スタンダードだからこそ選ぶ人がいるかもしれない。最高。チンするかだなぁ。未来予知使ってみるか。応答設定で。あ、でも上行った方が良かったかなぁ。あ、相手もサーナイト使いがいる。ゲンガーとカイリキーがいるね。エースバーンもいて。超火力って感じが相手も。おはようございます。ビッグパパさんいらっしゃいませ。今朝もポケモンユナイトやってます。とりあえず進化を早くしたい。早くしたい進化。お、ゼラオラがヒール。落とされた。やってもうた。ちょっと粘りすぎた。やっちまったい。おぉ、ゼラオラさんが頑張っている。逃げなきゃ、あれ、え、何食らったの今。てか、ラビフットになってるな。ゼラオラさん、助けてー。詰め込まれてます。あー、そっちを取ったのか。花粉団子じゃないんだ。テレポートは発動しない。発動しないとダメだ。おぉ、万力になすな、なすなっとる。まだ、進化してねえのに。おぉ、すごい。今がチャンス。あ、やばい、取られる。あー、危ねえ。トゥー、ボスも取れた。デラオラさん頼りだったな。ここは一旦引くべきやな。上がれば、あと1上がれば、レベルが上がる。レベルじゃなくて。変化できる。ナイスだね。KOをしまくって。しまった。トリーさん、無理です。あー、相手チームに取られた。マジか。マジかよ。最後のラストヒート取られてしまった。これで進化だと思ってたの。あーです。向こうがサーナイトになっているわ。向こうはあれを取った。向こうはサイコショックになった。大差でリードはしているが。あ、スピード速い。私らはさ、大丈夫。突っ込んでいってるけど。OK! 進化したー。あれ、ムーンフォースで崩せないんだ、そういえば。さあ、サンダーが湧いたぞ。本当はこの段階でレベル12になっていたかったんだけど。ナイスー。サンダー行かせない感じだね。いけども行け出してしまった。なーい、変えてしまった。あ、残り30秒。まま、押し切れる感じだな。ユナイト技も、いまいち、ちゃんと発動できんかったな。はい、もう、ワン、ゲームセット。ゲームセット。ひとまず勝ったか。ラオラ強いな。ランクまで使うにはちょっとサーナイトは厳しい気がするから、ランクまではちょっと使うのやめとこう。というわけでランクまいきます。ハイパー目指そう。今スーパーのクラス3なんだよね。サーナイトの人がいるわ。ベルート行く。ジャスタ行く。相手ゲンガーいるね。ゲンガーにカイリエースバーン、なかなか。で、アローラ球根だから、かなり厳しい戦いになりそう。
中央行ってくれるゼラオラがね、ゲンガーを粉砕してくれると助かるね。そう、濃いメンツが濃い。もう9個になってる、早っ。スバンも早く次の進化にならないとあんまり役立てないからな。あ、いきなりスー落ちた。ラゲフトなったー。待て待て待て、いいと、ワンリキーも来てる。いい、ファイオー倒されそうになってしまう。早く次のブレイズキックを覚えさせてくれ。あー、まずい。あー、ブレイズキック、あー、相手が、相手が来た。ダメだ、相手に取られてしまった。デラオラが倒されてしまったのが痛かったな。ねえ、ダメねえ。相手ゲンガーになってんな、怖い。あー、倒された、ゲンガーに。血、戦いだ。釣り紙が現れた。きついな。うん、強い、強いよ。あー、かじり紙取られたね。これは厳しい。いやー、落とされた。いやー、向こうのチームワークがめちゃくちゃいい。なんとかロトムは取ったみたいだけど、苦しい戦いだ。されたエンガーを葬ったけどな。いや、瀕死にしただけか、葬ってはない。あとちょっとでレベル10に、お、10に上がった。アジリガメ現れたけど、あれはいけない。ってんな。お、お、耐えた、倒された。とりあえず敵を借りに行こう。こっちまたフロントも壊してないんだな、こっち側。あー、ユナイト遅く使っときゃよかった。ゲンガー強えな。出ませんでしたね。なかなかダイが増えてくれない。ゼラオラ使えるんだったらゼラオラかな。ゲンガーいないとちょっと安心してしまう。え？あれ？ファイアロー、行かないの真ん中。ファイアローが中央行くかなと思ったけど。おー、食べ方。配置がおかしい、配置がおかしい。何対1はきつかった。おっと、大量に来た。大量に来たから、あれは一旦引こう。そうぜ。引いとこ、引いとこ。危ない危ない。あれ？なんか上がいなくなったんだけど。地面は上いない。みんな下来た。よし、いた。さあ、これで、カンカン押そう。オッケー、ナイスー。で、やらしていく。お、進化してんじゃん。今回はいけそう。まだわからんけど。こちらが一人。西の方。いないと技も来た。さあ、カジリガメを倒しに行こう。へい。今回は超順調だ。相手チーム降参した。まあそうだよね。ここまで蹂躙された。さあ、あと1個。あと1個、あと2つか。あと1回か2回勝てれば。ぴょーん。ゲンガーは中央行くと思うから。私らが下来てくれるか。ルカリア上だね。遠征似てるな。私らがとエースバーンとゼラオラが一緒だ。ナイキのゼラオラがちょっと怖いね。でもブラッパワー持ちか。来たら一旦逃げた方がいいだぞ。あ、ちょっと待って、相手ゼラオラいるやん。相手のゼラオラが来ていた。やべえな、あれはちょっと押し込まれてしまう。出る。危ない。大丈夫や。バーン。熱い。死んでしまう。
までが大変やな。そう、たどり着けんかった。あとちょっとなんだ。放電が欲しかったな。ダルート移動中了解。あー、わかった。やってもうた。あー、痛い、スーパーになってるじゃん。あれ、そしてゲンガーが、なんかいつの間にか逃げてる。倒されたのか。砕き回ってる。じゃあ、どんどん行こうはわかるんだけど。このメンツなら、亀いけるやろ。出てしまったちょっと待って、相手に取られてるやん。スターダック取られてる。いや、まずいっすね。うわぁ、相手の放電溶かされた。ここでもう諦めるのはちょっと早いんじゃない。負けているこっち。負けているのに、言いたいことじゃない。ゲンガー、君に頑張ってもらわないと勝てないぞ。倒せなかったの痛かったなぁ。耐えた。あぁ、負けたか。最後はもう、完全にやられてるんだ。こっち来てんな。さあ、サンダーが来ているよ。これサンダー落とせりゃでかいけどなぁ。疲れたぁ。集中砲火だ。あ、でもこっちが競り勝ったんだ。ラストアタック取れた。ただ、誰もこのタイミングでいけないっていうね、話。サンダーは取れたけどって感じだね。82だったか。頑張って敵は倒していたけどって感じだ。そう、また1減った。デラオラ使うか。あ、久しぶりさんに私らが使うか。あ、じゃあ上ルート行くか。大丈夫か明日ルート下は結構厳しい戦いになる気がする。いる。もうデラオラこのタイミング倒せるとかなかなかやタイミングだからこそ倒せるのかな。あーでもやばい、あれはやばい、あれは勝てない。キャラがいないから敵の経験値稼ぎを防げないのが痛い。頑張れー。弾結構苦戦してるっぽいな。止めた。えい、ナイスー。あいつもヘドバグ覚えてんだな。ヘドバグたたり厄介。うー、お、ナイスー。ケイ、ナイスナイスー。無茶するな。オッケー。一旦逃げとく。ゲンガーなったねー。あれなんか私らが硬くなったか。なんか前より硬くなってる気がする。なんか前は、なんか思ったより、良くないなーっていうことがあったけど。ここに来て能力開花したかな。えい、いい感じ、いい感じ。上はいい感じ。下はわかんないけど。はい、間に合わないか。あ、引き寄せられた。あー、落とされた。くそー。ナイスナイス、いい感じいい感じ。頑張れ頑張れ。倒せ倒せ倒せる倒せる。倒せないか。あ、倒したか。どうだろう。やられたね。合流しなければ。さあ、後半戦が始まったよ。ナイスー。ゴール。チームが降参した。やったー、勝ったぞー。今回はすごく仕事した気がする。私らがね。
あとね、私らがで、ね、ゲンガー抑え込めたのがなんかでかいな個人的には。防御特化でいってみよう。でこれで準備して私らが捕らえたらちょっと悲しい。あ、私らが捕らえた防御特化で今準備したの。どうしよう、誰使おうかな。この構成だとキューコンかな。いないウェルでいっか。フォーもガブリアスだね。ガブリアスには頑張って経験値稼いでもらおう。さっさと進化してくれないとこっちが困るから。上誰も来ない、もしかしてこんなまさか。え、ガブリアス上来るんじゃないの、違うのジェイスバーなんかいたっけ。ヒバニーが出てきた。もうガブリアスが来た。おー、モテたいいね、下のカジリガメもこっちが取った。いつの間にか進化してきた。ガブリアスマジか、そんなに突っ込んでいったか。今車に倒しきれるか。オッケー、倒しきった。逃げよう、あれは危ないとりあえずロトムは到着できたらしい。どうせ今敵のガブリアスかいるんだよなんか向こうで頑張ってるやつがいるな。ガブリアスか、倒されて。倒し切りたい。オッケー、倒し切った。に入ればこっちのもんだ。オーロラベールが進化した。オッケー。アレサンダー倒し終わってるわ。早いな。向こう、向こう。パチパチー、ありがとう。ナイスゴールを私も決めたい。オッケー、決まったー。チーム降参した。まあですよね。よし、勝てたぞ。もうすごいね、うちの私らがさ、MVP 取ってる。ようやくスーパークラスの星、ダイヤ3まで来た。あと1回、あと1回勝てば。流れる。攻撃力の高いやつに任せよう。ああ、珍しくうちスピードがいない。中央誰が行くんだろう。エースバーンとか不思議花が中央行って何がいたんだろうと思ったら、あ、倒されてる。ナイス、ピカチュウ倒した。レベルなんで進化だっけな。あ、コットンガード来た。倒されとるやん。不思議花になってるじゃないか。作法は良さそうだぞ。さすがにみんなすげえガテだぜ。苦しい戦いだになってる。あ、ソーラービーム強いよな。なんか不思議花結構冷遇されてるらしいんだけど個人的には結構強いなと思ってるんで、かなり押し込まれてる。かなり苦しい戦いだ。さすがに、さすがに無理え、てか下がもう壊滅してたんだ、気づいてなかったけど。最後までやろうぜ。やっても無意味かもしれん。下がボロボロだったりね。いやー厳しい。中央に行きたいけど中央も結構やばいかな。相手も杉花がいたんだな。かろうじてサンダーを倒せたとしてもだ。いけるかこれ。1点できたらかっけえな。ナイスゴール、見てくれ。これいけるのでは分からんけど。167。お、正解だったけど、勝てたよ。よかったね。諦めなかった。
ものの勝利ですね。はい、ナイス、しおりさんありがとう。これでようやくハイパークラスに、あ、違うわ、まだだったスーパーのクラス4があった。でもアクティブポイントのおかげでダイヤ2まで来たね。まだだったわあれ、スーパーはあれか、4段階か。あれビギナー3段階じゃなかったっけ。さあと思ったのにこれよし行こう。ダンボールみたいなポケモンは、イワパレスっていうディフェンス型のポケモンですね。あー、これ結構厳しいかな。エクイが中央行く。ゼラ割りにしてくれたありがてえ、あの人。ウェルト行くわ。ゲンガーかエースバーンが中央行ってほしいな。ゲンガーとエースバーンがいかに早く進化できるかって勝負の鍵だね。あ、この辺、下の相手の編成だと多分ゲンガーが中央エリアに来るから、先に進化させられそうだな。頑張ろう。さーて、相手は誰が来てるの？お、サーナイトと人影が。えい、よし、来たー。いいね、9個に進化した。あ、ゲンガー来てる。ゲンガーでゴーゴーする。まずいまずい。間に合うか。回復間に合うか。まだ進化してねえからな。まだいたんだ。一番のうちに。残念だったな。負けないぜ。オッケー、ゲン、ゴースト倒してやった。いや、下行く？どうする？ここにロトムがいるけど、下ルート移動するんだ。ロトムの味方になってくれた。二人で来たか。まずい。それはまずい。下が誰もいない。いけ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 。壊された。下ルートに移動して了解。じゃあ上はなんとか死守していく。2人くらい、2体までだったらなんとかなる。3体来たら多分どうしようもない。カジリガメ勝てるかな？どうかな？いいね、ナイス。カジリガメも取った。経験値もらえるっていうのがでかいよね、カジリガメは。あー。ボール内にいる私らが多く。やすやすと攻略できると思うなよ。中央かな？ここ狙ってんな。あ、ウソサンダーもう取られたの。早っ。大差でリードしてて、なんでなんで降参しようとして、サンダー取られたら負けでしょっていう考えか。ゴールいけるかな。できた。入ってないなこれ。入れられなかった。100点。降参はね、投票制ですね。あと1回勝てば。はい、ナイス、ありがとう。さあ、もう一回行こう。ラスト。今日のラスト。時間的にもラスト。上行くっつっとこう。上ルート3人になってんな、多分。上ルート、お、違うよね。ゆっくりした。ゲンガーが上ルートと思う。中央エリアね。はい、接続しています。嘘でしょ？マジか。あ、やっぱ月光河が2体いるとかなんか珍しいね。さあ、向こうもゲンガーがいるぞ。向こうのカイリキーがちょっと怖いな。私らがだとね、止めようがないからな。あと宣言通り上行くけど、他の人とどうすんの？ほんと上来るんか。他がいないんだけど。さあ、行ってくれたかな。ここも。あれか、上に来てる。え、向こうもうゴースなってる。
危ない危ない。ちょっと上にいたはずのゼラオラさんがいつの間にか下にいてんの。次襲われる前に、コンガードを覚えておきたい。もうソーラビームで、はい。相手チームにシールドがついてしまった。うちのゴーストさん、早くゲンガーに進化してくれ。ゴーストは来てるじゃねえか。疲れたー。3対1は無理やわ。ほな、ゴリゴリに防御力を高めてあるけど、さすがにあれは無理なんだな。次のゲンガーと段違いに攻撃が高い。持ち物の差だったのかな。今回溶かされた。溶かされたー。あー、耐えられないのか。エコが強えな。効果にも抗えない。持ち物を、あ、また相手に取られてる。ほぼ一人しかいないのかした。いや、勝てねえよな。ゼラオラ頑張ってっけど、そこにはちょっといけないな。いけないね。溶かされる、溶かされる。ナイス。こっちのゲンガーは頑張った。あ、逃げる。あ、ロトムが来てる。あとはサンダー取れればもしかしたらって感じだけど、なんかあんまサンダー行く感じでも変わんなさそうやな。溶かされてる。相手か。これゴールしに行く。なんか溶かされるな。おはようペンギン。はい、ビビックンさんいらっしゃいませ。今ね、スーパーのグラスの4のダイヤ3まで来て負けました。ゲームセット。やっぱ上がりたかったなぁ。くぅ、残念。あ、ちょうどポイント溜まってた。残念ね、悔しいね。そう、ハイパーね、もうちょっとだったんだよ。残念でした。またね、これからも頑張っていこうかと思います。今日はちょっとここまでで終わるかと思いますが。フレンド、誰?銀空さん。この人、なんだろう。なんでしてきた。承認しとこう。これね、さっき、一緒に戦った人だ。ちょっと今日はね、この時間までで終わりです。私らが使いの人だ。この人はハイパークラスに上がれたんだね。おめでとう。私も上がりたい。それでは最後までご視聴いただいた方々ありがとうございました。今度一緒にやりましょう。そうですね、時間合えば一緒にやりましょう。パーティー組んだ方が強い。コメントいただいていたホタルさん、ビッグパパさん、しおりさん、エビくんさん、皆さんありがとうございました。次回もよろしくです。現在 Twitch の方で生放送メインに活動してます。フォローまだの方はフォローしてってくださいね。 YouTube の方ではアーカイブや各種動画も投稿してますので、チャンネル登録も合わせてお願いします。その他連絡や通知は Twitter の方で投稿してますので、 Twitter フォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、最後までお疲れ様でした。また次の配信でもお会いしましょう。またね、バイバーイ。